おはようございます。コリタンの長官早読み。今日の新聞は、日本経済新聞。8月13日、木曜日です。じゃあ見ていきましょうね。はい。ああ、やっぱりね、13日でも日記は違うね。中国ハイテクで存在感。うん。シェア、首位12品目。日本抜き2ほーら。ねえ。 去年の市場調査です。1位はもちろんアメリカ。ね、え2位、中国、はい。3位が日本。4位が韓国。はい日本の君、ね。どういうことかっていうと、やっぱり甘んじてると思うんですよ。ね、一段と存在感を高めている中国企業が、日本経済新聞社がまとめた中国は電子 部材など前年より2品目を12品目でトップシェアはい逆転しましたねこれねほっとくともう日本もちろん韓国にもきっと抜かされるでしょうだって主なサービスが日本は、えー、ソニーホンダ自転車ね自動二輪デジタルカメラキヤノンぐらいですよね韓国はスマートフォン有機 l パネル 造船。造船っすよ。造船といえば日本だよね。もう取られてます。はい。本当にね、僕思うんですよ。別に中国いい割に抜きにして。僕は反面教師で取られてほしい。あれだけアピールする国。尖閣諸島でもそうじゃん。ずーっと何百日来てるんですよ。はい。それを追い返せない日本っすよ。 主義主張がない頑張れよ日本ねえはいさあいやーアメリカすごいね買収目的の空箱市場は買うどんどん買うんだねお金出すんだね、えー、バイデン氏多様性民主副大統領候補ハリス氏 白人以外の票取り込みまあこのねハリス氏もすごいもんねパワフルで、はあ、すごいすごいもうだからトランプさんがどうなるかってことだよねあそれともう一つあるねはい、あ、香港の公安はい、あ、保釈されたねすごいね容疑は不明瞭って書いてあるけど実はまた出頭しないといけないんだよね だからちょっと海外の様子に中国も懸念したのかなはいどうだろうねはい日銀緩和近づく天井ほらもう天井もいっぱいいっぱいなんだよねえ機密情報共有イギリスが何て書いてある秋に波乱を起こすぞってことだね やっぱり機密がどん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 漏れてるんだよねうんそういう面で日本はやはり、はい、対外に対してとても弱いんだろうねあ面白い記事発見「自ら分散へ介護現状介護ね介護現状センサーで見守り」ねこの記事こういうのいいねはいんて書いてあるか ロボットなら触れ合えるロボットならば年配の方が高齢者が触れ合えるって書いてあるんだね足を動かせる人は足を動かしてね高齢者をこう呼びかけるのはソフトバンクグループの人型ロボットペッパーペッパーと喋ったことありますかとても賢いはい「いらっしゃいませ」って言われても「今日暑いね」って言ったらすかさず返してくるよはい相手の言葉にね でこのユニマットさんあユニマットさんが一役買ってんだねユニマットさん港区にあるねえー、体操会は夜間の巡回トイレ案内にペッパー君を生かしてきたそういう時代だよねはい NEC の見守りロボットを無償配備したこれだ無償配備だよねはい介護ロボの導入率は低いまだ低いのか見守りえ すごいよ介護ロボの導入率見守り型3.8%介護補助ね1.5%介護業務支援業務支援だよね 1. ちょっと入浴支援 1. ちょっとはい視聴者型乗、まあ、り降りに介護するなんかも1%そんな状況だよロボットをさもっと作ろうよあのアメリカのロボット開発は まあいわゆる兵器だよね兵器,兵器として、まあ、一生懸命頑張ってるんだろうから日本は、ね、この介護の現場でもっとロボットそして介護されなくても家で住んでるご老人でもおしゃべりだよねおしゃべりだってこれ書いてあるもんロボットなら触れ合えるって書いてあるんだからもっと頑張ってもらって「おかえり」とか「今日はどう元気?」 お腹すいたっていうのをもっとはいロボットやってほしいよね。僕でもやってほしいね。ただいまーって帰ったらね、帰 <laughs> りっていうロボットがいるというよね。うんあくまでロボットですよ。あ安保戦略見直し焦点はえ元防衛省中谷さん。 ああ自衛隊の改革は急務法政大学教授森さん自衛隊の改革は急務な,なんですかなんでなんで自衛隊改革しなくてはいけないの、はい、中国の巨大化とあ中国が大きくなって日本の海の周りにバンバン来るから軍隊をもっと整備しなくちゃいけないっていうことなんだね。 生大学の先生うん間違ってはないと思うんだけどそれがずーっとずーっと大きくなったらどうなるんだろうね軍隊を持たずして中国の武力に対抗できるものはないのかなはい敵がナイフ持ってきたらこっちは薙刀持って向こうが火縄銃持ってきたらこっちは はい。ガトリング銃持って。え向こうが <laughs>。これ永遠に続くよね。うん。これ、小学生でもわかるよね。怖いお兄ちゃんが来たら、もっと怖いお兄ちゃんの友達と連れて行くってことだよね。はい。小学生の発想だよね。安保戦略見直し。うん。イージスアシアとかあったね。山口県奥くのにやめちゃった。秋田もやめちゃった。って。もうちょっとさ。もうちょっと考えられないかな。 うん、だから僕は中国はいつも反面強者と思ってる中国がやったことをそれに対してそうじゃないだろうっていうもっとある意味別の軍隊じゃない国力を上げることダメなものはダメだっていうこと日本の領土に迫ってくる船があったらミサイルを向けるんじゃなくて胸張って帰れと帰れとだホしちゃえばいいじゃんだホしちゃえばいいじゃんここは日本だよっていうのをそれができずに なんだか遠くの方で見守っている船をもっと強くしようってことでしょ <laughs> それどうするんだよね。う、は、ん、あ。あれカード IC 化22年の遅れ。あ、はあ、時期時期識不正決済山津ああね、これはもう昔からいたちごっこだよね。昔テレホンテレホンカードもなんか偽物ができたりとかね。はい、あ、今のカードもやっぱり遅れるんだね。 あ政府であ保険会社もねコロナで収益がそうだよねはいやっぱり日経は一面から二面からずっとやっぱ読み込んでしまうねうん日経読むだけでなんか自分が賢くないって気になるのは俺だけかなあまあまあ今日も暑いです真夏ですはいとにかく、はいえー、冷房を利かして。 水いっぱい飲んで、喉乾いたなと思う時、思う前にまず水を飲んで体調管理ですね。はい、今日ははい日本経済新聞読みました。はい今日も一日暑いから気をつけて頑張ってね。それじゃ、これでヒロキでした。また明日。